きつい運動続かないよな。だけど痩せたいんだよ。そんな人にぴったりな、立って行うスリープやじろべ、紹介していきます。今回のスリープやじろべは、体幹が鍛えられまくります。たった1分で50分分のエクササイズ効果って言われてます。それを2分間行っていきます。一緒に楽しく鍛えましょう。まずは軽くウォーミングアップをしてみましょう。やじろべっていうのは、片足立ちでバランスを取る運動のことを言います。これを今回バージョンアップしたメニューになります。ですが、まずはね、片足のバランス感覚養うために、じゃ立っていただいて、スマホ持って片足でバランスを取ってみてください。スタート。まずは足をいろいろ動かして、手も使いながら片足でバランスを取ってみてください。これで全身の体幹が鍛えられて、スクワットを行うみたいに下半身が鍛えられて、すごいエクササイズ効果があります。もしバランス崩した時は、スクワットをして元の位置に帰りましょう。もし余裕があるよっていう人はですね、手を後ろに動かしてみてください。これで肩甲骨を動かすことができるので、痩せ筋って言われてる背中の筋肉の周りをね、全部使うことができます。これがめちゃくちゃね、最高にいい運動になります。これをまずは各足1分間やってから、本題のメニューに入っていきます。それでいろんなね、 OK。 それでは反対足です。いきましょう。頑張って。大体ね、このバランスが1分間取れれば、めちゃくちゃ健康的で、筋力もあり、体幹も強くて、ベストな状態です。もし10秒おきぐらいにね、足ついちゃうよっていう場合は、ちょっとね、タートルの体幹メニューいろいろやらないとね、改善しにくいかもしれません。日頃ね、タートルフィットネスやってるよっていう皆さんは、多分これ余裕だと思います。なんで、この後に行うね、スリープやじろべ、これはね、ちょっとね、タートルも10秒持つか分かんないぐらい難しい体幹メニューになります。あとちょっとですから頑張ってくださいね。これね、どうやったらね、こうバランスが取れるよっていうのはね、身についてきますから、すごい大事になります。はい、結果です。じゃあ行きましょう。今度これはね、スマホ持ってたら多分難しいので、置いて行ってください。そして周りに物がないところでね、やってくださいね。片足立ちで目をつぶります。約10秒間ぐらい持ったらすごいです。なので一緒に10秒数えながら、できそうなら続けて、難しかったら一度目を開けてもいいです。バランス取って戻りましょう。これ1分間やっていきます。バランスがいますよ。いきましょう。スタート。はい、目をつむってバランス取って、うわ、全然バランスない、やば、うわ、10秒かける余裕なかった、うわ、目つむったらやば、これもやべえな。みんなどうですか。うわ、こけないように気をつけてね。もしね、全然できんよっていう人は目開けていいよ。うわ、マジでむずい。うわ、30秒しかってない。ダメだ。ああ、一回バランス崩したらもう全然ダメ。うわ、あ、最悪、ケンケン。ケンケンしたら目が回ってきた。うわ、うわ、ダメだ。これね、一回目開けたら余計になるんだ。気になる。これは気になれ。バリきつい。オッケー。うわ、バリ足の裏鍛えられる。足の裏とふくらはぎやべえ。うわ、さあ反対。これやったらね、終わりですからね。ちょっとこれでもクールダウンしてるとやばいな。よし、反対いきますよ。スタート。はい、つむって。よっしゃ、バランス取って。バランス取ってくださいね。もう難しい人は目開けていいですよ。楽
たまに目開けたらなんか余計にバランスが崩れる。うわめっちゃこれ筋肉使うのこれ。うわもも筋やでもも筋みんなどうですかこれ。うわ目閉じたらすごいなこれ。うわさすがスリープラジオでなのこれ。うわこれすごい。うわみんなこれ1分できたらマジすげえっすよこれ。なんでだなんでか分かんない。うわいるねこれバランスいるねこれいるねこれ。やべ、今のところ、ダフンだ。福島県でのゲストこれ。これバランス取れるかな。やべ。これどっちの手かわかんない。多分こっちが正面だな。こっちの面が。オーケー。よっしゃ。うわ、マジでこれやべ。よっしゃラスト。ちょっとね、座って足首のふくらはぎ結構使ったので、座った状態でふくらはぎをね、ポンポン叩いてください。スタート。そしてふくらはぎを足の甲でね叩いて。ああこれ結構きつかったねマジで。足ブラブラブラーってついて結構足首と足の裏筋肉使ったよねこれ。マジで歩くよりねよっぽどいいけどちょっと目つむったら難しいね本当に。これかなり難しかったわ。みんなコメントでねどんぐらいできたよとか、もう目つむったらできんかったよとかね、20秒ぐらいは目つむったままできたよとかコメントで教えてください。これマジできつかったな。歩くよりよっぽど鍛えられるのこれね。驚いたなこのラジオで。想像の10倍きつかった。足首振ってちょっとももも叩いてみて。効いたね、オッケー。いやーマジでめちゃくそ効いたねこれね。みんなどうだった？これ歩くよりもすごいね全身鍛えられて有酸素運動なり筋トレにもなり体幹鍛えられてバランス神経も良くなるからいろんな筋トレしてもね適切なフォームがピタッとこう作れたりするんで日々なんかの動画の後とかにねやってみてもらえたらいいと思います。頑張った人はグッドボタンやコメントで教えてください。